皆さんこんにちは、こんばんは。相変わらずね、ゴールデンウィークはさ、実はなんかね、体調良くないんだよね。体調良くないんで、もう家でね、じっと過ごそうと思ってね、今日は先日から作ってるさ、2400、じっちゃん2400って言ってしまうね。144メガ帯はね、波長で言ってしまうんだよね。2メーターで、400メガ帯はさ、だいたい波長70センチだけど、400メガ帯は400って言ってしまうんだよね。なんでこの年になるとさ、同時並行的にね、いろんなことを考えたりとか、物事をねやったりとかっていうのがさ、難しくなるんだよね。だからどうしてもね、作業に集中するときはさ、言葉がね少なくなるっていうか、言葉がなくなるよね。道具箱にね、2400のクロスヤギはさ、もうほぼできた、ほぼできたんだけど、この今ね、工具箱から引っ張り出して、このマスク取り付け金具っていうかな、これをねつけるだけなんだよね。っていうか、これの穴加工をしないといけないんだけどね。で、同時ケーブルをさ、抜いていきます、抜いていきますっていうかね。だからね、後でね、全部ができたらベランダにね設置してみようと思うんだけど、2メーターと400のさ、1本のね、同軸で無線機まで持ってこようと思ってね。で、Q マッチのね、同軸のさ、この75オームのね、長さをこう、めんどくさいわけで、計算するのがね。ネットで誰か計算してね、抜してる人いないかなと思って探したらさ、親切にね、データをね、公開してる人がいたんで、助かったね。だからもう自分で計算しなくてもいいかなと。これで大丈夫だよね。炊飯器に呼ばれたね。ご飯ができたよって炊飯器に呼ばれちゃったっていうかね、炊飯器にさ呼ばれたんで、ちょっと先にね、ご飯食べてこよう。ご飯できましたよってね、炊飯器が呼んできたんでさ、ご飯食べてからね、工作を続行します。間違ってね、ハンダゴテのさ、コンセントの電源を切ろうと思って、電源切ったら間違ってパソコンの電源を切ってしまった。できたね。青ネジがあるかな、やっぱり短いのばっかりだな。長いのは入ってないのか、ないね。また部材がないね。やっぱりね、ネジとかさ、そんな長いネジとか金手が使わないからね。ちょっと長いけどさ、これでやってみよう。
蝶ネジのさ、ちょっと長めののがあったから攻めてみたんだけど、一本短いのがあった。ちょっと長いけどね。ということで、400と2メートルのね、9マッチのあれもできた。で、これを、とりあえずね、144MHz と430MHz のね、クロスヤギ完成させた。完成とは言わないのかな。とりあえずね、エレメントとかね、ケーブルとかさ、全部つけた。あとはマッチングをね、ちゃんと取らないといけないよね。マッチングがさあどうなるかだね、問題はね。もうね、7時前なんだよ。7時前なんだけど、とりあえずさ、できたんでベランダにね持ってったんだけど、今日はね雨が降ってるんで暗いね、外がね、外が暗いんで、あのもう撮影は無理だね。写真だったら撮れるかな、写真だったら撮れるかな、はい。まあ写真がね撮れるようだったら撮ってさ、貼り付けようかね、どっかね、こういう感じにできましたよっていう、この辺りに貼り付けるかな。まあ無理だったらね、明日さ明るい時に写真を撮って貼り付けようと思います。 144MHz と 430MHz のねクロスヤギを作ったんで設置してみた。430MHz 帯はね SWR も落ちてる、いいんだよね。だけど2メーターがね 2. いくらあるんだよね。多分ねこの放射器がさ、このブームっていうか、このねマストに近すぎるんだよね。これ立てる方法をちょっと考え直さないといけないかもしれないね。風もねちょっと今日は強めだね。釣り竿アンテナがね獲物がかかったように揺れてる。夕べまでね、今朝方かな、までね、雨が降ってたんだけど、今ちょっとね、晴れ間が見えてるね。まあ、こういう感じになってるんだけどね、やっぱりね、近すぎるのかな。ゴミ収集車が来た。だよね、この人たちは連休ってさ、ゴールデンウィークっていうのはないんだろうね、やっぱりね。ゴミが毎日出るんでね、大変な仕事だよね。ということでね、設置をして SWR をさ調べてみたんだけど、あれこれがグラグラしてる。あ、これ閉まってないな。グラグラしてると思ったら、風でね揺れると思ったら閉まってないね。閉めてなかったんだ。はい、ということでね、144MHz とさ 430MHz のクロスヤギをね作ってみたんで設置してみました。あとはねマッチングをね取らないとダメだね。430MHz はこのままで使えるんだよ、十分ね使えるんだけど、 144MHz がねちょっと SWR が悪すぎるね。はい、ということでね、じっちゃんが作った 144MHz と 430MHz のねクロスヤギをさベランダにね上げてみました。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。